17世紀のポメラニア交領ポメラニア戦役は、スコーニ戦争中の1675年9月から1676年に1月中旬まで、ブランデンブルクプロイセンとデンマークが遂行した遠征である。その際、ブランデンブルクとデンマークの連合軍は、緊密に協議しつつ、スウェーデン領ポメラニアの大部分を占領した。ブランデンブルクは1675年、 辺境白領に来航したスウェーデン軍をフェールベリンの戦いで決定的に打ち破り主勢に追い込んだ。しかし、スウェーデンの軍事的敗北は完全ではなく、スウェーデン領ポメラニアからのさらなる襲来が危惧されていた。続いて1675年7月17日、新生ローマ帝国、デンマークやその他の各国がフランスと同盟していたスウェーデンに宣戦する。 今やスウェーデンに対する帝国戦争が布告されたのである。同年7月27日、ブランデンブルクとデンマークは協議し、共同で軍事行動を取ることとなった。しかし、その連合軍による戦闘行為の開始は、策定された軍事作戦や占領地の分配をめぐって行われた会議によって遅延する。第一目標として、連合軍は北ドイツにおける スウェーデン領の征服をもくろんでいた。始まる戦争に向けて、軍備を整えたデンマークは、騎兵と、不評30個連隊、合計2万名を要する野戦軍を動員できた。また、艦隊も、臨戦体制に移行した。それから進軍の準備として、デンマークは、ホルシュタインからハンブルクまでの道を占領し、確保する。デンマーク国王クリスチャン五世は、さらに、デンマーク及び、 ネーデルラントの軍艦各一席をもって、カテガット海峡を封鎖するよう命じた。その上、アダム・フォン・バイヘア元帥に、進行軍を、ホルシュタインのバート・オルデスローへ集結させる、よう指示する。ネーデルラントの軍艦によって増強された、デンマーク艦隊は8月22日、スウェーデン領ポメラニアの沿岸を紹介するべく、バルト海への移動を命じられた。 1675年9月2日、デンマークはスウェーデンに宣戦線する。9月3日、クリスチャン・オセイは、コッペンハーゲンから、バート・オルデスローへ向かい、9月9日に、同地で、それまでに集結していた自軍を侵入した。同軍は18000名と大砲40門を要し、アーダム・フォン、バイヘア・ゲンスイの指揮下に置かれていた。計画では、連合軍は、 スウェーデン領ポメラニアへ3カ所から進行することになっていた。神戸式化の神聖ローマ帝国軍はトリープゼース、デンマーク軍はダムガルテン、そしてブランデンブルク軍はギュッツ港を突破する手はずであった。北方のメクレンブルクを通る兵力およそ1万6000名のデンマーク軍の進撃は9月12日に始まった。その目標はガーデブッシュを経由して、 中立のメクレンブルクを通り、スウェーデン領ポメラニアに到達することである。また、ブランデンブルク軍を支援する一方、その一帯におけるデンマークの利益を確保することも目的であった。クリスチャン五世は、戦役の全期間にわたり、命令の形に大きな影響を発揮したのである。9月20日。 デンマーク軍はスウェーデンが統治するビスマールに到達した。9月21日、クリスチャン・ゴセイは町の周辺を偵察し、同地を強行騎兵2個連隊及び竜騎兵1個連隊に包囲させる。その後、デンマーク軍は先へ進んだ。そして9月25日にはドーベラーンに到着した。同日、ここでクリスチャン・ゴセイはブランデンブルク戦抵抗。 フリードリ・ヒビル・ヘルムと合流し、構成同盟を結び、同じ戦時目標を追求することに合意している。デンマークにとり、それらは1645年から1660年の和訳で失った領土の奪還のほか、ビスマールと流言島であった。その代わり、ブランデンブルクはスウェーデン領ポメラニアの全土を得ることとされたのである。1675年10月6日、 ダムガルテンを攻略するデンマーク国王クリスチャン・5世とその爆漁。ローゼンバーグタパストリーズ1684から1693デンマーク軍は9月29日にロストックを通過し、10月1日にスウェーデン領ポメラニアの最初の町、ダムガルテンの対岸にあるリプニッツで国境に至った。そこには、 オットービルヘルムフォン系ーニヒスマルク白尺元水がわずかな部隊と共に駐留していた。続いてデンマーク軍は国境のレックニッツ川を渡るべく橋を建設するが、その際にスウェーデン軍から激しい応赦を受けて25名を失っている。道から離れたところには湿地が広がっており、対岸にあるスウェーデン軍の砦を迂回することは不可能であった。 双方は10月8日まで、そこで陣地戦にも連れ込んだ。整備の不備により、計画されていたスウェーデン艦隊の出撃は命令に反して遅延を繰り返すほかなかった。ようやく出行したのは10月9日のことである。10月10日には、複数の艦艇が早くも衝突を起こしていたが、10月16日に外海に到達し、もうすぐ、 ゴットランド島へ到達するというところで、艦隊は激しい嵐に巻き込まれた。乗員の大部分が病気にかかったため、艦隊の上層部はダラレーへの帰還を決定し、10月20日にそこへ到着する。スウェーデン国王カール11世の作戦計画は、これによって無に返し、ドイツにおける所領の喪失は確実となった。作戦が失敗した原因は、艦隊管理の不備にあった。 例えばガンの乗組員や装備が不足していたのである。同時に乗組員の規律は欠如し、訓練状態も悪かった。この作戦失敗によって、それらの不都合の全容を知ったカール11世は、自ら統治の手綱を握る、よう決心する。その結果、王国議会と最小の権限は、最小限に縮小された。続いて、カール11世は、 ノルウェーから攻撃されていたブーヒュースレーン地方へ向かう。そこではアッシェベルク将軍が防備を整えようと試みていた。11月4日、カール11世はベーナシュボリに到着する。ポメラニアに展開するスウェーデン軍に対するカールグスタフ・ブランゲル元水の指揮は、ますます熱意の伴わないものとなっていった。彼自身はシュトラールズンと要塞へ向かい、そこから 艦隊の到着を待つべくルーデン島に赴き、ケーニヒスマルク及びコンラートマルデフェルト両元帥に、スウェーデン両ポメラニアの防衛を任せている。ロストックで、クリスチャン・モ世と会合した後の9月27日、6月末に、指揮下の軍とメクレンブルクへ進出してから同時に、止まり続けていたブランデンブルク選定校は、再び行動を開始した。まずトレンゼ川沿いのトレプトウ行き、 そこから9月28日にクレンペ農場へ向かう。守備についていたスウェーデン軍の士官と兵25名は行為を受け、ブランデンブルク軍が大砲三門を戦列につけると降伏し、武器を持たないまま退去を許可された。続いて、ブランデンブルク軍はフェルショーまで前進し、八重を敷く。10月1日、戦定校はシュトルペ、 プリーメン、ギュッツ港とヤーメンの各地にあるペーネ川の私を偵察した。10月4日、軍団はフェルショーからネーツ王を経由し、3個の戦列に分かれてペーネ川まで前進する。ゲルツケ中将はシュトルペ、グルンプ港中佐はヤーメンへ向かい、先定港は主力とともにカーゲノを通ってギュッツ港を望むペーネ川の対岸まで進んだのである。10月5日、 私の砦り出とこやに対する攻撃が始まった。後者は灼熱した砲弾を受け、炎上する。2時間にわたる砲撃の末、損害を被ったスウェーデン軍は撤退した。続いて、ユエット隊員とドーナ隊員が部隊を突入させ、私の砦を制圧する。その目前には、長さ戦歩のいくつかの場所に、高所の騎士への切り通しがある堤防がそびえていた。さらに、 スウェーデン軍は、その高地にあって、霧同士を側面に望む二つの砦から、野砲で、ブランデンブルク兵に砲撃を加えたのである。その後、スウェーデン軍が展開していたギュッツ港の高地は激しい、戦いを経て占領された。これにより、ブランデンブルク軍は、ペーネ川の渡河天を勝ち取ったのである。同日には、ゲルツケ中将がシュトルプミュールの砦を陥落させ、シュトルペで、 10月6日には、グルンプ港中佐がブレイヒエンの砦を落とし、アーメンで、それぞれペーネ川を押し渡ることに成功した。しかしアーメンでは、小舟がなかったので、とかが遅れる。10月7日、ギッツ港の渡しで、仮設の橋が完成し、主力は、馬と共に川を渡ることができた。スウェーデン軍は、グライフスバルトやシュトラールズントへ向かって撤退していた。は、 ユッツ港に本営を敷く10月8日、ブランデンブルク軍によって南東から遮断されることを危惧したスウェーデン軍はダムガルテンからシュトラールズントへ撤退した。デンマーク軍は即座にリプニッツからダムガルテンを経由してシュトラールズントへ進撃する。同時にブランデンブルク軍右翼のボギスラウフォンシュベリーン、少将はボリン島を占領しウーゼドム島を通って、 オルガストへと前進した。10月10日、選定校はデムイン、グリンメン、グライフスバルトを経由して、フランツブルクへ向かい、10月12日にシュトラールズントへ、おき、クリスチャン5世と面会した。そして10月16日にローツを通り、ギュッツ校の本営に戻る。そこでギュッツ校の私を引き続き、部隊と補給物資の使用と加点に止めることに決め、 同地の防備を固めた上で、ファーゲル連隊所属のクラービッツ少佐を兵300名と共に廃し、確保させた。その上で10月21日、先帝公は全軍を自ら引き、ボルガストへの進撃を命じたのである。ペーネ側の防衛線が突破された後の10月8日、スウェーデンはダムガルテンとメクレンブルクとの境界に接するトリープゼースを結ぶ、道から撤収した。 マルデフェルト元帥は、そもそも先廷港が攻撃を開始する前から、ボルガストの陣地を去った。こうして、ブランデンブルク軍とデンマーク軍に、ポメラニアへの道が開かれる。スウェーデン軍は、防備を固めた残りの各所に撤退した。デンマーク軍は、スウェーデン軍の追撃を開始し、シュトラールズンとエセマール。しかし、戦役に適した季節があまりにも進行していたため、 デンマーク軍とブランデンブルク軍はその町の行為をめぐって合意に至ることができなかった。デンマーク軍によるビスマールの行為、1675年のチラシより、ゆえにその間、デンマーク軍はビスマールの行為に集中する。この町はドイツ沿岸で唯一の良好な港であり、デンマークの勢力が及ぶ範囲内にあったため、スウェーデンにとって重要であった。 10月26日、クリスチャン・オセイは、行為されていた町に到着する。10月28日には、突撃が完工されたが、不成功に終わった。包囲網が十分に町に接近した後の11月1日、町に対して、急砲の砲撃が始まる。ビスマールの港は、張られた鎖によって封鎖された。そして12月8日、町は、デンマーク軍の手に落ちた。 その間の10月10日から13日にかけて、ブランデンブルク軍はボリン島を占領し、10月31日からボルガストを行為した。3500名と大砲8門を要するブランデンブルクの文献隊に攻撃されたアンドレアス・ルビスラフ・フォン・ブリック戦士指下のボルガスト守備隊は直撃弾を受けた火薬庫の爆発により、 城塞の大部分が破壊された後の1675年11月10日、ブランデンブルク軍に降伏した。1675年の末、シュテッティンを除けば、デンミーン、アンクラム、グライフスバルト、シュトラールズントと流言島のみが、スウェーデンの支中に残っていた。これ以降、ポメラニアの戦争は、数年に及ぶ長期間の要塞戦に変容する。ひとまずこの結果をもって、 すべての作戦行動は終了した。なぜなら、早期に訪れた悪天候、補給の不足と病気の蔓延が11月中旬、先傾向に兵を投影へ収容するよう強い宝である。1676年の初頭、スウェーデン軍は、ブランデンブルクが6個中隊、総勢300名をもって保持していた、ボルガストの奪還を試みた。1500名を投じ、 同年1月15日に、スウェーデン軍は包囲した街への突入を観光したが、失敗する。その際、同軍は、戦死120名、負傷260名の損害を被った。カール・フリードリヒ・パウリ、アルゲマイネ・プロイッシャ・スターッツ・ジェスカイト、P173 カール・フリードリヒ・パウリ、アルゲマイネ・プロイッシャ・スターッツ・ジェスカイト、 p172 フリードリヒフェルディナンドカールソンゲシヒテシュエデンズビスツムライクスタジ1680 p625 ハットグスターベイフォンケッセルダスターゲブーフデライズマショールズ ds フォンブフゲシヒテテグローセンクアフィルステンフォンブランデンブルグイエーナ1865 p148 フォルティシモグーグルに電子版ありフリードリヒフェルディナンドカールソンゲシヒテシュエデンズ ビスツームライクスタジ 1680P627 ハットテイトルームユーラベイアム BD クシー P835 ありがとうございます。